はい、それではお待ちかね、澤茂美さんの登壇です。拍手お願いいたします。はい、どうも皆さん。ようこそいらっしゃいました。イエースということで、谷合さん、紹介と司会の方ありがとうございます。もう始まってからも逐次なんかいろいろ入ってきていらっしゃる方がいるようなので、共同ホスト権限がありますので、どんどん入室させてください。あと皆さん、先ほど注意事項あったように、カメラオンでですね、やらないと、私の方もテンションが上がりませんので、ぜひ、面白いところがあれば笑ったりですね、それ分からんねえなとか、後でメモったりですね、最後、質問のコーナーの方を設けさせていただきますんで、ちょっと時間、そんなにありませんが、有意義な時間にしていきたいと思います。私、まさしくですね、自分で、不動産の本を100冊くらい読んで気づいたんですね。こうやったら絶対勝てないのに、なんでみんなやらないんだろうってことに気づいたので、それを実際に自分でやったらできましたと、できるんだと思って、で、これは不動産っていうのもどっちかっていうとマネーリテラシーの話なんですね。で、それを自分のその教え子の人に教えたら、その方も6ヶ月で、ここに書いてあるのは、年収の約3倍ですね。のこれ、不労所得ってね、分かりやすく書いてあるんですけど、実際不労所得じゃなくて、権利収入なんですね。これを獲得するに至ったので、今日はそのエッセンスの方をシェアさせていただきたいと思います。1時間半の短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということでですね、鬼マムシの、これは鬼マムシっていうのはですね、私、蛇年でこう噛みついたら離さない、狙ったものは逃さない、みたいな、そのマムシ、その美濃のマムシっていう斎藤道三のことが大好きで、織田信長の育ての親団っていうふうにも言われてるんですね。このマムシだけではちょっと弱いってことで、鬼っていうのをつけてですね、やってみ、で、鬼マムシなんていうふうに名乗ってます。本名が鬼マムシで、あだ名が澤茂美なんでね、よろしくお願いします。はい。まずですね、今日のテーマなんですけど、これがちょっとここからいきます。経済的自由っていう言葉があるんですけれども、これを手に入れると、他の自由も結構手に入ったりして、それを手に入れてから好きなことをすればいいんじゃないのかっていう本を読んだことがありまして、ああ、なるほど、そんなことができるのか、できねえだろみたいな思ってたんですね。でも、読めば読むほど、できるんだっていうか、そういうことをやってる人たちがいるんだよねっていうのを本を読めば読むほども分かってきたと。で、それとは関係ないんですけど、国家公務員を退職した後にですね、実は2年前まで、まだ2年経ってないんですね、退職してから。私、国家公務員で24年間陸上自衛隊勤めてました。で、そこから本格的にその不動産投資を始めて、半年で、この状態、経済的自由の状態になって、それからもう、徐々にもっと権利収入を増やしていくと。で、不動産投資とマネーリテラシーのおかげで、現在はその教え子たちにその考え方を伝え、経済的自由の輪を拡大していると。で、経済的自由にたどり着く方法っていうのはいっぱいあるんですけど、結構時間がかかったり、半年とかじゃ、持てるものはね、10億円くらい持ってる人は、そのうちの4%を4%ルールでこう取り出してね、投資しながらとか、そういうのできるんですけど、手元にちょっとその10億円もありませんっていう人がほとんどだと思いますので、そういう人でもできるような方法ないのかなっていろいろ探しているうちに、あ、やっぱりお金持ちの方がなぜ不動産をやっているのか、最終的にいろんなことやって、なんで最後不動産にたどり着くのかなっていうのが分かったので、そのあたりをちょっとシェアしていきたいと思いますね。で、じゃあ不動産っていうの、これ多くの人結構間違ってるんですけど、不動産やってますって言ったら、多くの人のことが不動産仲介業なんですね。で、私がやってるのは不動産大家業の方です。これ大家業っていうのは自分で持って、それを賃貸出して、物件自体売ったり買ったりしながら、そのインカムゲイン、お給料をもらっていくってことなんですけど、不動産仲介業っていうのは、ワンショットの、要は手数料ビジネスですよね。誰かに売ったり貸したりすると、そこの手数料が3%とか6%とかもらえるっていう、そういうの。で、この大家業の方じゃないと、これから話すそのマネーリテラシーのその肝のところが果たせされないので、この大家業の方に注目していきたいと思います。2つあるんですよと。ということで、今日は私の考え方、ノウハウ、知識を全部お伝えします。隠してたりしても、
まあ、全部言い切れないところは当然あるんですけど、隠したりしてももったいないので全部伝えます。ただですね、あの1時間半ということで時間限られているので、なんでそうなるのかっていうのがわからないところも少々あるかもしれません。あの結論のところだけ言ってるんでですね、まあ、そういうのはまあ質問したりですね、あの、まあ、なんか調べたり、まあ、分かんなかったりしてください、まあ、でもそうなると考えてるんです。でさっき言った経済的自由と時間的自由と精神的自由、これほとんど同じもので、経済的自由が達成されるとですね、当然あの働かなくてもいいって言ったら違うんですけど、自分のためややりがいや社会のために働くんですけれども、それがお金のためにやってないので、まあ、自分の時間が増えるわけですね。でやりたいことができるようになる。でそうするとですね、あの自分がやりたくてやっているので精神的に自由になるわけですね。でこの3つがすごい関連の深いものだっていうのを、まあ、あの分かりました。まあ、大体この3つ大体同じですって書いてある本が多いですね。ということで、じゃあどうやったらそうなれるのか、これマネーリテラシーなんですけれども、私の考え方のベースには、じゃあすでにできている人たちから学びましょうっていうのがあって、じゃあすでにできている人たちって誰なんですかっていうと、あのよくね、あのお金持ち、ユダヤ人とか華僑とかそういう人たちっていうのは、まあなんか世界的にお金持ちなイメージがありますよね。まあ、具体的に言うと、あのユダヤ人なんか全世界の人口の 0.2% しかいないにもかかわらず、全世界の富の 50% 以上を保有していると言われていると。まあ、数えたことないんでね、分かんないですけど、言われてるだけです。でも、それってなんでそんなに差がつくの？普通同じ人間なのになんでそんなに差がつかなきゃいけないの？これはもう一言で言うと、考え方、教育、教えが違うわけですよね。つまり彼らが極端に頭がいいからできてるわけじゃないと、何か知ってるか知らないか、知ってるか知らないかだけなんです。なぜならば、その考え方の一部を知ってるだけじゃなくて、ちゃんと具現化、具体化、行動した人っていうのは、まあ、実際そうなっていくわけですよね。ということで、このリテラシーっていうのは、そもそもあの読み書き能力、まあ、リテラシーがないというと、読むことも書くこともできないから、何を教わっても結局手に入らないということですね。つまり基本知識です。そういう読み書きの能力や基本知識のことをリテラシーって言いますが、実は我々、当たり前だよ、その足し算、引き算、掛け算、割り算、当たり前だよと思ってるんですけど、その根本のところ間違ってたりするので、結局間違った答えにたどり着いていることが多いと。なので今日聞いて、逆でしょって思うことが何個も出てくると思います。実はそっちの方、我々が今まで正しいと思っていたことが逆だったんですね、間違っていたっていうことに、まあ、いくつか気づいたら今日の講座すごいいいと思いますね。はい、これが答えです。あ、いきなりもういきなりやる気なくした。こんな難しい式わかんねえ、何これ、もう聞く気なくしたと思わないでください。これはですね、ただの式で正規分布なんですね。正規分布、あれを式を図に書くとこういうふうになるんです。正規分布っていうのは、これもう普遍の数式で宇宙の原理の一つとも言われている、まあ、式なんですけれども、要は何かっていうと、これあの要は偏差値の時に見ませんでした、この形。偏差値のことなんです。偏差値っていうのは何が面白いかというと、同じルールのゲームをやった時に何回もやっていくと、その成績が必ずこの正規分布になるってことが数学的に証明されてるんですね。これはお金でも同じです。お金を払いました、もらいました、払いました、もらいましたっていうのを同じルールの中でずっとやっていくと、この形に必ずなるんです。無限回繰り返すと、これはもうあの証明されてるんで数学的に私も大学院の時証明しましたけど、あのもう証明されてるんで、もうそう信じてください。だから偏差値なんですね。だから偏差値70点の人が、まあ、この辺り、この矢印見えてるんですかね。いや、この矢印、手の膜見えてるっていう人、あ、これ見えてないんですね、この手の膜。分かりました。じゃあ、この、ここですね、この辺り、この辺りが偏差値70点ですね。で、この辺りが偏差値、まあなんか30とか、で、この真ん中ら辺が偏差値50、つまり普通の人ですよね。偏差値50っていうのは平均点のことです。で、無限回やると、どんなゲームもすべてその点数の高い人と低い人、この偏差値の通り、このようになります。これがポイントなんです。今から面白いこと話しますよ。ということは、この点々点々が一人一人の人間だとすると、まあ、真ん中の方にいっぱい人がいるわけですね。で、右端とか左端の方は人が少ないわけです。つまり、この偏差値70点くらいの人はもう本当少ないわけです。で、偏差値30点の人とかもその同じように少ないわけですね。この人の数が。
だ縦軸は人の多さで成績のいい悪いになるわけです。だから偏差値なんですね、この偏差値。で、まあ、これはまあ分散が広いとこう横がビニョーンってなって、平均値は真ん中にあるっていう、まあ、そういう図になってて、まあ、例えば分散が少ない、つまり全員が平均値の周りにいるようなゲームっていうのは分散が少ないっていうふうになります。で、もう分散が大きいっていうのは、その成功する人もいるし、失敗する人もいるっていうような形になります。で、必ず無限回やるとこの形になるんです。で、じゃあ問題ですよ。パチンコというゲームのルールがあったときに、上位何パーセントの人が勝ってるかって知ってますか？ちなみに、上位 50% 以上の方が勝ってるよって思う人、手を挙げてください。さすがにね、上位ね、まあこれ大体、上位 20% の人が勝ってるんです。ここが、その、この線よりも、右側が、上位 20% の人ですよね。で、左側が上位そこから下の 80% の人です。つまり、例えば自分が10万円使いました。そして10万円返ってきました。1日だけ見たらそういうこともあるかもしれないですけど、これを何千日も行って、ああ、もうトータルで1000万円使いました。そして1000万円ちゃんと返ってきました。これがプラスマイナスゼロなので、この赤字ライン、損益分岐線の上にいる人です。つまりそれが上位 20% だってことです。そんなに低いのになんでやってるんですかと。つまり上位 20% の人しか勝てないっていうのは、偏差値で言うと、偏差値58かな、うん、なんか、偏差値58か60弱くらいですね。そのくらいの能力があって初めてトントンになるゲームだってことなんですね。パチンコというゲームが。逆の言い方をすると、偏差値が58、以上になるくらい頑張らないと勝てないゲームだということが言えるわけです。だってね、みんなで競争してるわけですから。ね、もう私はこのことに気づいてね、ある時からもう全然パチンコやらなくなりましたけどね。まあ、自分も10万円負けたらやめようつって、すぐ10万円負けちゃったんで、もうやってないんですけど、いやいや、そういうゲームのルールなんです。だってこのくらい取ってないと、パチンコ屋さんが儲かるわけないでしょ。だってね、みんなから集めたお金でパチンコ屋さん儲かってるわけですから。ここから面白い話しますよ。こんなの当たり前だろうと。で、要はこの青い人たちが勝ってる。だからパチプロの人たちは偏差値70とか、必ず真相回転の時に行くとか、朝一並んでいい台を取るとか、台を研究し尽くしてるとか、要は偏差値の高い行動を取り続けているわけですよ。だから勝てるんですね。で、他の人はなんかたまたま今日はチンチンジャラジャラ聞きたい日だなって言って行って、でも俺は勝ってるとか言いながらちゃんと計算すると負けてるんです、大体。要は同じゲームのルールで戦った時にどうなるのかっていうのがこの正規分布なんですね。はい。つまり真ん中の人が一番、まあ普通に頑張ってる人、つまり努力してない人ですね。努力してなくもないし、やってない人。まあ、左側の人は努力してない人ですね。で、右側の人は超努力してる人です。特にこの線のこっち側にいる人は超努力してようやく勝てるっていうこのゲームがパチンコですね。じゃあ問題です。損益分岐線がこの辺にあるゲームがあるんですけど、なんか知ってます？みんながやってる。はいはい。もし言いたい人ミュート外して言っていいですよ。はい。まあね、もうご存知。宝くじです。そうそうそう。宝くじはね、100人に1人どころか、まあ、1万人に1人、まあ、ここ何回もやっていくとね、もう勝ってませんから。まあ、そうだよね。うん。だから1億人でも、もう無限回やると必ず負けるゲームですよね。うん。だから必ず負けるけれども、その他の報酬が欲しくて、例えばドキドキするとか、ワクワクするとか、夢を買うとか、それの報酬を払ってるだけであって、まあ、このゲームのルールで勝つためにやってるんじゃないってことですね。じゃあ皆さん、今までの話を聞いて何が言いたいか分かりましたね。損益分岐線がこっち側にあるゲームをやればいいっていう、ただそれだけなんですよ。つまり、自分が何にも努力しなくて真ん中の平均値にいるのに、つまり、やってさえいれば勝ってしまうゲームをやればいいっていうのが、これ本質なんですね。谷谷さん、マイクのミュートが外れてる方はマイクミュートにしちゃってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、こういうゲームは何なんですかっていうと、例えば株式の長期保有とかですね、は必ずこの損益分岐線、こっちの左側に来ます。理由は簡単で、世界人口が10年スパンで見ると必ず増加してるからなんですね。
要は世界人口、世界の富の総生産を数値化したのが株価の総量なので、あの世界人口が増えている限り、もしくは増えてなくても劇的に減らなければ、あのマネーの量っていうのは増えてますんで、ただマネーの量が増えても価値は増えてなくて、あの利率の分だけ経済が成長してるだけなんですけどね。まあまあ難しい話はさておき、あの株式は短期でリーマンショックの前と後で見たら下がってるんですけど、10年スパンで見たときは例外なく融資以来ずっと増加しているので、あの、まあ、この正規分布のこの線が左側に来ます。とは言ってもね、負ける株だけを買ってる人たちっていうのはこの線より左側にいるんですよ。ここで重要なのは上位何パーセントの人たちが勝っているゲームになっているのかっていうのがポイントなんです。で、ここに損益分岐線があれば、もうはっきり言って真ん中くらいの努力している人でもこの勝ってるわけですね。それどころか偏差値70とか65とかさっきのくらい頑張ってる人がいたらめちゃくちゃ勝つわけですよ。じゃあちなみにこの損益分岐線がこの左側に来てるゲームが、不動産投資っていうのになるんですけど、お前嘘でしょと。ただこれただの不動産投資だとこうならない場合もあります。例えば人に勧められた物件を本来の物件の価値が5000万円しかないのに2億円で買ってしまった人っていうのは、まあ、この線の左側に入っていく人なので、まあ、負けますと。もうこれあの後でこれ不動産投資が勝つってわけじゃないんです。不動産投資はこれ左側に少なくとも来てます。まあ、その証拠1個を簡単に分かりやすく述べますと、地方の不動産オーナーって誰ですか？おじいさんおばあさんです。おじいさんおばあさんは、例えば入居率が10部屋中2人とかしか入ってないボロ物件でも持ち続けてるんですね。これなんで持ち続けてるんですか？それは、それでも勝ってるからなんです。意味わかんないって今思ったでしょ。まあ、これの詳しい説明、ちょっと後半でやりますけれども、要は競争相手がおじいちゃんおばあちゃんなんですよ。つまり、まあ、おじいちゃんおばあちゃんってのはこの真ん中よりも頑張ってない人たちなんですね。何も知らない。でもそういう人でも勝ってるゲームのルールなんだっていうのをまず覚えてください。これ後で言いますけど、なんでそんなことできるの？それは参入障壁が高いから、競争相手が弱いからです。つまり最初に1000万、2000万突っ込まなきゃいけないから、普通の人ができないんですね。パチンコやろうと思ったらすぐできるじゃないですか。だから競争相手が多くて強いんですよ。でも不動産投資やろうと思ったら、あの特に競争が激しくない、参入障壁が高いので、じゃあ誰がやってるんですか？おじいちゃんおばあちゃんです。おじいちゃんおばあちゃん簡単に勝ってるので、まあ、この必然的に半分以上の人が勝ってるっていう、まあ、ただこれあの不動産投資が勝てる左側にあるゲームだって言ってるんじゃないですよ。後ほど言う条件を満たしたゲームになっているかどうかっていうのが重要なんですよ。そこはちょっとまだ話さないで、ちょっと後の方で分かるように徐々に説明していきます。はい、問題です。この損益分岐線が右側にいるゲームをやりたいですか、左側にあるゲームをやりたいですか。これもうね、聞くまでもないですよね。これ左側にあるゲームやりたいですよね。じゃあこの損益分岐線が右側にあるゲームと左側、これ右側にありますね、右側にあるゲームと左側にあるゲームのは何が違うと、これこうなると思いますか。何がこのゲームの損益分岐線を右か左かへ分けている一つの原則があるんです。それが見極められるかどうかで、そのゲームをやってもいいのかどうかっていうのが決まるんですね。ここまでちょっと考察してる人ってほとんどいないので、ただ本を100冊くらい読むと断片的に書いてあったりします。これなんで質問してるのかっていうとですね、皆さんに考えながらやっていただかないと、私が答えを言った瞬間に忘れますんで身につかないんですね。身につかないってことは、ああ、ええもん聞かせてもらったっていうだけで、皆さんの人生が変わんないんですよ。なので、私は質問をしながら、ちょっとね、声聞こえないので、残念で、皆さんがいろいろ言ってても、ちょっと聞こえなくて申し訳ないんですけれども、でも、こう、必ず問いかけたら言うようにしてください。これはアウトプットをした方がね、絶対身につくんで。じゃあ、この原則何ですか？右か左に行くか。この赤い線が右。当然赤い線、損益分岐線が左側に行ってるゲームやりたいですよね。それを見つける方法があるんです。正解こうです。他人の作ったゲームのルールで遊んでいるのか、自分で作ったゲームのルールで遊んでいるのか。
まあ、ゲームのルールっていうのはいっぱいありますよね。パチンコの中にもこういっぱいルールがあります。チューリップが咲いたらその中に入ったら何個出てきてとか、こうやったらこうで、ルールいっぱいあるんですけど、そのゲームを決定的に支配づける究極のそのゲームの勝ち負けを左右するゲームのルール、それを自分で決められるのか決められないのかっていうのがあれなんですよ。じゃあ競馬、競輪、パチンコ、麻雀、まあ麻雀はね、ゲームというか、まあ、自分が勝てばいいのかもしれないですけど、まあ、麻雀でもね、あれですけど、競馬、競輪、パチンコ、麻雀、すべて右側に線があります。これなんでだか分かりますかね。これ直感的に分かる人は勘のいい人です。そうです。このゲームを支配しているのは、ランダムに、運によって、まあもちろん、上手い人、努力した人は勝つ確率が高いように、いろいろ戦略を練ったり、相手の目や相手の心理を読んだりしてやるんですよ。でも、無限回やってったときに、まあその、全員の平均値がどこに来るのかっていうのが、この損益分岐線ですからね。競馬、競輪、パチンコ、麻雀はやってる人のためのゲームじゃありません。胴元のためのゲームです。つまり、胴元が必ず勝つように、諸馬台が取られる。諸馬台が取られている限り、必ずこの線は右側に行きます。あとは、勝ち負け。その少ないパイ、どのくらいのパイをみんなで奪い合ってるのかっていうゲームになってるのが分かりますよね。競馬、競輪、パチンコ、麻雀の細かいルールっていうのは関係ないんです。このゲームを支配するルールの中に。誰が作ったルールなのかっていうのだけが意味あるんですね。つまり、他人が作ったってことは、その人が勝つように作られたってことなんです。だから、胴元は絶対に負けないんです。絶対に負けないゲームを提供してるんですね。自分は負けない。だって、チンチロリンとか、半丁博打ありますよね。半丁博打。半丁博打って確率2分の1で当たるか負けるかって思ってますよね。あれ2分の1じゃないですからね。ピンゾロのゾロ目の11が出たら、諸馬台で、諸馬台持ってかれるんです、全員に。つまり、11が出る確率だけ、無限回やってると、必ず負けるゲームになってるってことなんです。その中で、たまたま運がいい上位何パーセントの人が勝ってるっていう、ただそれだけなんですね。だから、無限回やっていくと取られちゃうんです。ちなみに、FX 会社の社長と、今日は、元社長か、話しました。FX 会社の儲けの源泉はどこだか分かります。こんなね、こんな言わなくたって分かりますよね。誰が勝とうが負けようが関係ないんです。その都度の手数料、まあ、そのスワップの金利差ですね。そこで必ず儲けるんで、トランザクションが発生すればするだけ儲けてるっていう、ただそれだけの会社なんです。だって、あんなの、世界の誰も予測できないんですから。っていうふうに、社長も FX をやってる人もみんな言ってます。本質的にそういうゲームになってるってことですね。ただ、社会のトレンドをちゃんと読んで、ここ上がる下がるっていうのを当てられる人は確率が高くなるから、つまり、偏差値の高い努力をすることと、そのゲームの本質的なルール自体が、バカでも勝てるようになってるのかっていうのは違うんです。偏差値70とかの努力をしないと勝てないゲームで遊ぶのか、偏差値40とかでも勝てるゲームで遊ぶのかっていう違いが本質的だということを言ってるんですね。ここが面白いポイントなので、ぜひちょっと押さえていただきたいなと。で、これが1個目のマネーリテラシーなんですけど、あれだけ話してもちょっとよくわからんと。で、こっちと組み合わせてみると余計見えてくるので、ちょっとこれを、いやいや、これロバート清崎の金持ち父さん、貧乏父さんのあれでしょって。こんなの知ってるよって、これね、今から私が話すこと同じレベルで理解してる人いませんから。そこを話しますよ。で、今日これを聞いただけでもね、かなりね、えって思うと思う。まあ、ちなみにこの自営業者、従業員はね、エンプロイーだからいいって書いてあってあり、自営業者はセルフエンプロイー、自分を雇ってるってことで S って書いてあったり、投資家はインベスターで I って書いてあったり、ビジネスオーナーは B って書いてあったり、まあ、してるんですけれども、このロバート清崎のこの4つ、ロバート清崎さんに、の本のどこを読んでも、なぜこの順番で並んでるのかって書いてないんですね。まあ、右と左の違いは書いてあるんですけど、で、私はこれだと説明しにくいので、この従業員と自営業者の場所をいつも変えて説明してます。なんでかというと、こうするとすごい面白いからですね。
で、世界全国、大体このくらいの人口の比率になっていると言われています。まあ、従業員が 80%、自営業者が 14%、投資家が 5%、ビジネスオーナー 1%。これ不思議とですね、日本はビジネスオーナーが少ないんじゃないのとかって思っちゃったりするんですけど、全世界的に大体こんな比率になってるそうです。で、これちなみに他のこういろんなあの経済の本とか読むと、95% の人が真面目に働いていないとその社会が回らないっていうデータがあって、それ残りの 5% の人たちが毎日遊んで、なんかこう、土地を買ったり、今日はアフタヌーンティーだなって、まあ、貴族みたいな生活をしてるっていう、まあ、要は搾取してるのかもしれないですけど、そういうふうな風になってると回るっていうなんかのが、経済白書とかによく書いてあるんですけど、こうその比率とこれ合ってると思いませんか？まあ、どういうことかっていうと、左側が、これマルクスとレーニン の、 資本論の区分でいうと、左側が労働者なんですよ。で、右側が資本家なんですね。で、よくそれはマルクスの中でプロレタリアートとかブルジョアチって言われてるんですけど、あの人ブルジョアだとか言って、お金持ちの人をね、まあ、最近の人はあんま言わないかもしれないですけど、じゃあこの人たちはどういうことかっていうと、上側の方は自分の作ったルールで遊んでる人たちです。下側は、他人の作ったルールで遊んでる人たちです。まあ、投資家の人は、ビジネスオーナーが作ったルールに従って、このやつは配当すれば、何パーセント配当を上げますよって、まあ、他人が作ったルールで遊んでるわけですね。で、自営業者と従業員の方は、もうこんな会社やってらんねえって言って、よし、自分でやるぞって言って、結局自営業者になって、まあ、同じ労働者だけど、その社長の言うこと聞かなくて、自分のルールでできるんだわーいって言ってやってるわけです。違いはそこだけです。もっと面白いのは、何を売ってるかってことですね。この人たちがそれぞれ売ってる商品は何なのかってことです。左側の労働者の商品は一つしかありません。それは自分の時間だけです。自分の時間を売ってるんです。で、それを買いたい人たちが、本来生産した価値よりも低い金額でそれを買い取ってるわけですね。まあ、それはそうですよね。だって、その人が生産してる価値よりも高い金額で時間買ってたら、経営者がね、すぐ潰れますんで。では、右側の人たちは何を売ってるのかというと、資本家の人、特にビジネスオーナーは、創造性と実行力を売っています。で、それを支援する力を、投資家の人たちは売ってますね。で、ここから面白いですよ。これ、商品は分かりましたと。その結果、何を受け取ってるのかっていうことです。だから時間を売って、ここの従業員の方はですね、他人のルールでやってます、やってる労働者なので、元気に出勤する対価を得てるわけです。時間を売って元気に出勤する対価を得てるんですね。自分の労働の対価じゃないんです。だってね、働いても働かなくても変わらないでしょ、そんなに。で、この自営業者はその労働の対価を受け取ってます。自分がやればやるだけ。ただ、自分が働いてないときは何も埋めてないですね。で、資本家のか、まあ、こっちの社会に提供した価値そのものを受け取ってるのはビジネスオーナーだけです。ビジネスオーナーとはそのビジネスを自分で作った、つまり制度設計して、自分でそのゲームの主たるルールを作った人ですね。で、それを生産することへの貢献、つまりお金を提供することをインベスター、投資家の人たちは、その対価としてお金を受け取ってます。ここを、特にですね、この、労働者の中の、この労働者の中の従業員の方は、自分の時間を売っていて、今日もまた元気に出勤するための対価を受け取っているっていうところがポイントなんですね。で、このことに気づくのか、社会に提供した価値そのものを受け取れるようになるのかで、もう全く変わってくるわけです。ちなみに不動産のオーナーはビジネスオーナーになります、ここで言うところ。って思うかもしれないけど、それはまあ、後ほどなぜそう言い切れるのかっていうのが説明。じゃあ、ここでちょっとね、休憩ですけれども、もう30分経っちゃったんですね。休憩ですけれども、お金持ちの定義って皆さん考えたことありますか？まあ、これはね、いろんなところでマネーリテラシーのやつ言ったら、大体必ず最初に出てくるんで、私もやりますけれども、ね、条件あったら、
1000万円あったらってね、まあ、もう、ここ引っ張ってもしょうがないで答え言います。違います。お金持ちの定義は、これ、統合がこれ逆だね。固定支出の方が、支出の方が、権利収入よりも低い状態。つまり、権利収入っていうのは何かっていうと、自分の時間を投じなくても入ってくるお金。収入ですね。権利ですね。労働収入じゃない。労働収入は、この違いはまた後ほど言いますけれども、まあ、権利収入よりも固定支出。まあ、毎月、例えば家賃とか、光熱費とか入れて、必ず30万円出てくるんですという人がいたら、その30万円よりも多い金額が何もしないでも入ってくるような状態になったときに、で、これが維持できている状態、これがお金持ちになります。でもね、いろいろ定義を考えていくと、ね、最終的にこうなるんです。ということでですね、このお金持ちの権利は、このちょっと統合が逆ですけれども、つまり、この状態のことを経済的自由、ファイナンシャルフリーっていうんですね。ファイナンシャル、つまり金銭的に自由を得たわけです。自由を得たからやりたいことができ、精神的な自由を手に入れて、時間的な自由。その結果、自分の時間を社会のためにより自分が本当に力が出るところで使えるようになる。ちなみにですね、このユダヤ人とか華僑の人たちは、こういうことを延々と脈々と親から子に教えてるんですね。だから強いんです。この原理原則的なものを。で、例えばユダヤ人の方っていうのは成人が13歳くらいなんですけれども、ちなみに日本も昔は15歳でしたよね、原服で。で、なんでそのくらいに設定されてるかって言って、もう13歳過ぎると思春期で言うこと聞かないんですよ。言うこと聞かないのに、ね、お前がはまだ子供だって言ってると育てなきゃいけないじゃないですか。大変なんですよ。じゃなくて、お前はもう大人なのに、まだ俺に依存してるのか。しょうがねえなって言って、まあ、自分がそれを自覚して、自分は独立しないといけないのに、まだ、独立できてない。だから親に従わなきゃいけないって言って、まあ、本当に独り立ちできるまでは、まあ、その近くにいるのかもしれないですけど、まあ、基本的にその原服も同じくらいに設定されていたっていうのは、そういう理由があるというふうに考えられています。で、じゃあ、大人になるの定義は何なのかっていうと、ユダヤ人に言わせると、この、経済的自由を手に入れた状態と言われるんですね。どういうことかっていうと、もうだから13歳の時点ですでに自分の固定費を上回る権利収入を作っているような能力実践ができていないと大人だと認められないという、この大人の一つの要件なんですね。だから年齢が大人を決めるんじゃないんです。経済的に独立したらもう自分で何やったっていいわけじゃないですか。自分でアパートで、ね、伴侶を探して連れ込んでこういう新しい家庭を作っていく。逆に言うと、これができてないと大人じゃないよと。これが13歳までにできてしまうくらいの教育が行われているのがユダヤ人。だから、そのまんま大人になって60歳、70歳になっていけば、それだけ差がつきますよね。まあ、ちなみにユダヤ人の場合は、例えば周りの家に行って、そのガラクタを、すみません、ガラクタ集めさせてくださいとか言って集めて、自分のところのガレージで売って、で、お金を儲けてるんですけど、途中で、これを誰かに頼めばいいんだって言って、A 君ちょっと地区に行ってガラクタ集めてきてよ。B 君ここでその集まってきたのを売ってきてよ。で、君 A 君 B 君にはその 30% ずつあげるから自分も 30% もらうねってやると、今何が起きたかっていうと、これフランチャイズができましたね。フランチャイズっていうのは、まあ、後に出てくるこの権利収入なわけですよ。っていうのを13歳とかでもできちゃうんですね。だって今聞いて、できるかなって思いませんでした。できる、これだったらできるんじゃないかって思いました。まあ、でも江戸時代とかも多分ね、そんな感じでやってたんでしょうね。その辺のいらないものを集めてきて売ったりして。で、それを自分で売り続けるのか、仕組みを作るのか、もう今の仕組み作った瞬間ビジネスオーナーになったの分かりましたか？まあ、要はそういうふうにできるわけです。まあ、土地とかはね、なかなか買えないと思いますけれども。で、面白いのは、ユダヤ人は、労働収入、つまり自分の時間を売るような働き方をすることが一般的に禁止されている。禁止かよって。なんでかっていうと、その権利収入を作って
その労働収入をやってもいいっていう場合があって、それはどういう場合かっていうと、その権利収入を確立した上で、確立した上で自分の収入、固定費よりも上回って権利収入が入ってくる状態になった上で、1円ももらわなくてもいいから、どうしてもその仕事がやりたいときはやってもいい。その労働収入をしてもいい。まあもちろん当然、そのね、もらわないってこともなくて、もらってるので、その分全部お小遣いになって、またさらに再投資ができるようになるんですよ。日本人と真逆じゃないですか、考え方が。ね、もうとりあえず働きなさいっていうのと、いやいや、権利収入を作ってから1円ももらわなくてもいいんだったらやりなさい。それはそうですよね。だからスティーブン・スピルバーグはあんなに面白い映画が作れるんですよ。スポンサーの言うことを聞いて、働かなきゃいけない。いや、俺こうしたら映画面白くなくなると思うんだけどな。でもスポンサーが言ってるからしょうがねえなとか言ってやってたらいい、面白い映画作れますか？もうスティーブン・スピルバーグもちなみにユダヤ人なんですけど、ね、もうすでに経済的自由を達成した上で映画監督をやりたいからやってるんですよ。だから面白いものができる。だから本当にこの世の中に、価値を提供できる。だからこのみんなが喜ぶようなことを無償でもできる、俺はこれやるんだっていうことができて、この社会がより良くなっていくんですよね。で、華僑もそうなんです。華僑もそういうのを教えてるんです。ちょっと話脱線しましたけどね、こう。じゃあちょっと権利収入の方に行きましょう。ちなみに、まあ、ユダヤ人が権利収入と言ってるのはこの4つしかありません。それは不動産収入とフランチャイズ収入と流通型収入とロイヤリティ収入。ロイヤリティっていうのはですね、印税とか株を持ってたらその配当が入ってくるとか、まあ、いわゆる権利収入的なやつですよね。で、流通型収入っていうのは、まあ、いわゆる MLM のことです。何か誰かにお願いしてそれを達成すると、その分その、まあ、ロイヤリティみたいな形で権利が入ってくるってやつですね。まあ、MLM っていうとね、ってなるんですけど、これはやってる方の人は、そうじゃないんですけど、これ、その仕組みを作った側の人の話ですからね、この権利収入って。つまり MLM の胴元になったっていうことが、これ、権利収入ってことなんです。もしくはもう胴元に果てしなく近いところで始めてる人とかですね。まあ、意味わかりますかね。まあ、MLM やったことない人は、まあ、あまり意味わかんないかもしれないですけど、まあ、マルチレベルマーケティングですね。で、これはもう、なんかやだねとかって言うかもしれないですけど、間違いなく正しいビジネスモデルなんです。なんでそんなことが言えるかっていうと、急成長してるビジネスっていうのは、世界4大急成長ビジネスっていうのがあるんですけど、まあ、それのうちの一つは IT ビジネス。これみんなわかりますよね。で、あとはフランチャイズビジネス。フランチャイズも急成長するんです。で、あとはその流通型ビジネス。MLM の胴元になったビジネスは、もう急拡大するんですね。MLM を本当にビジネスモデルで見ると、圧倒的に安い宣伝コストで効果を得るビジネスモデルなんですね。だから、例えば東京ガスとか、アホみたいにテレビ CM 打ちまくって、で、みんなの安心感を得て、で、その契約を取ってるわけですよね。それが、個人の信用っていうものを使うがゆえに、低い、その、テレビ CM に比べれば圧倒的に低い宣伝コスト。だから、皆さんには、MLM やってる人に払われてるあのフィーは全てただの広告費ですからね。ビジネス的には。広告費の代わりにそっちに使った方が、安くて成果が出る。だから急成長するんです、これ。で、あとはサブスクリプションですね。つまり、やってない人も忘れちゃった人も延々と払い続ける。っていうサブ。で、この4つの共通点は何かっていうと、レバレッジが効いてる。つまり、少ない時間の投入でずっと動き続けるってことなんです。もう一回言いますよ。少ない時間の投入でずっと動き続けるっていう。IT ビジネスというのはプログラム作って、一回作っちゃったら作るまで大変ですけど、そのプログラムが延々と動き続けるんですね。もう何もしないわけです。フランチャイズも仕組みを作ったり、マニュアル作ったりするとこ大変ですけど、一回作っちゃったらそれをそのままずっと使っていくわけですね。まあ、流通型も一回仕組み作ればそうですし、サブスクも一回仕組み作ったら、つまり、この会社は急成長する、儲かるわけです。現に、この、サブスクとか、まあ、ちなみに楽天もね、最初は MLM ですからね。まあ、みんな、スタートアップの時はまあ MLM から入ってったりするんですよ。どんな企業も。で、今、上場して時価総額が高いところは、トヨタを筆頭にいろいろありますけれども、
まあ、IT 企業かテレビとか携帯の電話とかそういう会社です。なぜならば少ない人件費労力で毎月毎月多額の金が自動的に入ってくる仕組みの構築したところ、つまり少ない労力ので多くのものが入ってくるような形になっています。はい、じゃあここで今かなりヒントを言いましたけれども、これですね、2つありました。権利収入と労働収入、この2つしかありません。収入を大きく分けると、労働収入っていうのは1回やると1回返ってくるものです。これ定義だと思ってください。で、権利収入は1回やると複数回以上入ってくるものです。1回やると1回入ってくるものっていうのは労働なので、つまり自分が何かをやめた瞬間に入ってこなくなります。だからちょっと怪我した、病気だ、1ヶ月休むって言って、その1ヶ月休んだ間っていうのは入ってこないわけですね。まあ、そういうことにならないように、まあ、国が保障したりしてるわけなんですけど、基本的に入ってこないわけです。でも権利収入は1回最初に構築すると、その後ずっと何回でも入ってくるわけですよ。で、それが1回やったら何回入ってくるのか、まあ、2回でも権利収入ですし、こう無限回でも権利収入なわけですね。まあ、無限回ってないですけどね。で、その何回返ってくるのかを表した数字がリピート率ってことになります。このリピート率、不動産でもよく出てくるんで、まあ、細かく説明してますけれども、まあ、1000人自分のお客さんがいました。リピート率 50% だったら、次の月になると1000人のお客さんが500人に減ってるわけですね。だって 50% ってそういうことですよね。でも待ってください、物販やってる人。リピート率 50% なんておめえありえねえよ。物販なんかリピート率 1% だよ。つまり、以前買ってくれた人の 1% の人がまた買ってくれるかな。もうもっと低かったりしますね。アマゾンと。じゃあ、リピート率 50% って鬼みたいに高いですよね。鬼みたいに高いんですけれども、1000人いたお客さんが次の月何もしなかったら500人になってる。その次の月は250人になってる。その次の月は125人になってる。ということはですね、そのビジネスを維持するのに、1ヶ月のうちにまた500人入れないといけないわけです。買ってもらわないといけない。つまり、新規顧客を得ないといけないわけです。はい、皆さん思い出してください。新規顧客は、既存顧客の何倍の維持コストがかかるんでしたっけ？まあ、これ、もうリテラシーなんで答え言いますけど、5倍なんですね。これ、どの業界でこういろんな平均すると5倍のコストがかかります。つまり、新規顧客1人を手に入れるのに、既存顧客5人をはまた買ってもらう労力等が同じだってことなんです。なのでこのリピート率は高ければ高いほどいいですよね。もっと言うと 100% だったら今1000人お客さんがいて、何もしなくても次の月1000人なわけですから、もし500人入れたら次1500人になってるわけですよ。で、こう要はあるどこかのところにリピート率が来たときに、そのビジネスが減らなくなるんですね。つまり拡大するだけになるんです。それが携帯電話ビジネスだったり、インフラビジネスですよね。なぜならば、リピート率が高いから。だから、あれらの企業は、ね、あぐらをかいて、ブランド CM を流してるだけでいいんですよ。ブランド CM っていうのは、要は企業価値が高そうに見えさせるための CM ですよね。つまり、これにはこういうメリットがあっていいので買ってくださいっていう CM をしなきゃ普通売れないのに、まあでも最後飽和するんで、飽和したらどの国の携帯電話会社もまあ3社に落ち着くっていうルールがあってですね。2社だと独占禁止法とかで縛かれるので、まあ、大体3社くらいでやり合ってますって見せながらいいとこで落ち着くっていう、まあもう暗黙のルールが、これ有史以来ずっと続いているんですけれども、まあそれはさておき、まあ要はリピート率が一定以上高くないといけない。じゃないとどういうことになるかっていうと、よし、この船に乗って俺たちビジネスので果てしもない夢の島を目指すぜっつって漕ぎ出したにもかかわらず、その船の船底に穴が開いてる。つまり新規顧客がその 50% ずつ漏れ出していくわけですね。そうすると前に進むために漕ごうと思っていたのはその穴を塞ぎ続ける。つまり失った500人を取り戻すためにまた使われるわけですよ。で、延々とビジネスは進んでいかない。ややもすると、うわー、50% も穴が開いてる、次400人しかいられなかったつってどんどん減っていったりするわけ。つまり、まあ、ビジネスで見なきゃいけないのはこのリピート率だけなんです。はい、じゃあさっきの正規分布の話にちょっと近づいてきましたね。正規分布の話に近づいてきたの分かります？要は損益分岐線がどっちにあるのかっていうそのルール
ルール作り、どこを自分で設定するかってことですよね。じゃあちなみにユダヤ人の方はこう言ってるそうです。リピート率が 65% 以下のビジネスっていうのは話を聞く必要もないって言ってます。だってそんなのどんなに斬新だろうとも、その商品の魅力があって最初は買われようが、そのリピート率が低ければそのどんどん減っていく、つまり穴の開いた船に乗っているようなものですから、もう聞く価値もないと言ってます。じゃあ 65% 高いねと、物販で 65% なんか出してる会社なんかあるの、ね、よっぽど、まあそれはあるんですけれども、じゃあでも私はこう言います。 95% 以下くらいだったらやる必要ありません。だって自分何もしたくない、自由な時間が欲しいんですよね。リピート率が 95% くらいだと、まあ、ほとんどもう何もしなくてもこうずっと自動的になるわけですよ。だって携帯電話の会社の人が、すいません来月もこの携帯電話解約しないでくださいって電話かかってきたことありますか？ありませんよね。つまり何の努力もせずに勝手にリピートしてるんです。不動産も同じですよね。皆さん賃貸物件に住んでたらかかってきたことありますか？来月も何卒その物件にお留まりくださいってかかってきたことありますか？うぜえよって逆にね、出てっちゃう理由になっちゃうかもしれないですね。ちなみに不動産のリピート率を計算すると、まあ、95% とかになってます。例えば2年に1回その人が退去すると、ね、そうすると24ヶ月住み続けて25ヶ月目に退去するっていうふうになると25分の24なので、これが確か95とか2とか3とかちょっと忘れましたけど、そんなものになってます。で3年間住み続けると98か7くらいかな、パーセントで、ワンルームとかだと 90% とかになって、つまり2年以内にね、出ていく人も結構多いんですけれども、まあ、2GK 以上だとほぼ 95%。つまり、まあ、ほとんど何もしないってことなんですよね。まあ、もちろん修繕費とかやるんですけど、まあ、そこはいいと。はい、じゃあちょっとね、そのさっきの積分布の話でいきましたけど、じゃあここでようやく、まだ時間あるか、あれ、あ、まだ大丈夫ですね、時間。不動産投資のメリットに入っていきたいと思います。大きくこの4つがあるんですけれども、これね、さっきの正規分布で私が言ったところがありますよね。ゲームを支配する究極のルールを自分で決められるのかどうかっていうところが、勝てるか勝てないかっていうか、その損益分岐線が右に行くか左に行くかって話しましたよね。損益分岐線が右側の他人が作ったルールで遊びたい人はどうぞ。やってください。いいです。それでも勝てます。偏差値70とかに自分がなれるんだったら、どのゲームでも大体勝てるでしょう。でも偏差値70って学生時代取れました？要はみんなが全員すごい頑張ってる中で70に行くってことは、東大に入れるってことなんです。そうですよね。みんなと同じルールで、偏差値70を取るっていうのは、全員が頑張ってる土俵に一緒に乗って、その中で上位、まあ、70だと何パーセントなのかな、なんか 5% くらいだったような気がしますけれども、まあ、その上位何パーセントに入るかっていうことなんですね。まあ、なかなか難しいんです。なので、もう最初から自分が失敗しても勝てるんだろうっていうくらいのゲームをやってた方が得で、そこで、偏差値70取ればいいじゃないですか。ね、偏差値50でも勝てるゲームで偏差値70を私みたいに取れば、もうすごい勝てるんですよ。っていう話をします。そんなことできんの？はっきり言って、今自分がいる会社で偏差値70になる、つまり部長になってなんか役員になるっていう大企業の中でね、そっちの、それって多分偏差値70くらいですね。いや、もうちょっと高いかもしれない、ひょっとしたら。そのくらいの努力ができるんだったら、まあ、そこでもしてもいいですよ。でもこっちもっと簡単なんで、そんなことできんの？できるわけないじゃないかってみんな思ってるし、調べもしないですよね。でも私本100冊くらい読んで気づいちゃったんです。こうやればできるんじゃねえのって。したらできるんです。で、私の教え子にも教えたらできて、もう6ヶ月そうなったと。あ、じゃあちょっとね、メリット4つあるうちの、このコントロールできるのを前振りでちょっと熱くなっちゃいましたけれども、コントロールできるっていうのが重要なんですね。ちなみに FX 株、はい、株価操作できる人、
自分がね、その会社の社長だったら頑張れば、株価上がって操作できるかもしれないですけどね。やった、我が社の株が上がってきたぞってね、社長のおかげですみたいな。ねえ、買ってる株、自分がね、1兆円、2兆円持ってて、よし、この株上げてやろうと思って、1兆円ドーンって買ったりすれば、それ上がるかもしれませんよ。ね、それ難しいじゃないですか。つまり、コントロールできないんですよ、FX も。株をね、その他の投資。あと、不動産を証券化したリートとかね、あれもね、まあ、ちょっとは関与できますけれども、ほぼコントロールできないですね。でも、自分がビジネスオーナーになって不動産やると、これコントロールできるんです。へーってコントロールできるわけないじゃん。っていうのは、不動産のね、話をしてるときに、大概の人がほとんど、こういう話をするんですよ。あそこの立地は、いやいや、ちょっと人口増加率が、いやいや、なんか間取りが、いや、なんかシロアリが食ってるんじゃない。全部、正直こうです。パチンコ屋の台のあのチューリップの開き方が、あそこの釘の位置があって、みんなそんな話してるだけなんですね。でも、パチンコを、のゲームを決定づけるルールってそこじゃなかったですよね。不動産もそうなんです。そんなの関係ないんです、はっきり言って。どの物件でも。つまり、ゲームを支配してるルールじゃないんですよ。東京に買うのか、地方に買うかとか。ゲームを支配する、あ、これちょっと次出てくるの、ま、じゃあちょっと、ま、2番目いきます。金銭的レバレッジ。これはわかりやすいですよね。ああ、これ、まあ、まあいいや。4つあります。金銭的レバレッジと時間的レバレッジと参入障壁が高い。この4つです。はい、じゃあ次行きます。だからこれ、これ、これ。ね。これさっき話してたやつ。コントロールできる。ゲームを支配するルールを自分で決められるのかどうかってことですよね。じゃあ不動産の時何が支配、このゲーム支配してるか、わかりますかって言っても、まあね、投資したり、本100冊くらい読んだことがない人は、はっきり言ってこれ不動産やってる人の 90% の人がこのルールのことに気づいてません。もう結論言います。説明してもわからないかもしれないので。これ買い値を決められることがゲームを決定づけるルールです。これメモっといた方がいいです。これ。もうこれを聞いただけで今日ははっきり言って、私的にはですね、これもともと今喋ってる内容って私の500万円のコンテンツの内容なんですね。個人コンサルをするときの。のもうほぼすべてそのまま喋ってます。これ聞いただけでも100万円以上得したと思って帰ってください。この究極のルールは買い値を決められることなんです。買い値決められねえよって思ったでしょ。まあそれはまあちょっと聞いておいてください。で、まあ、5年後に売るとします。そしたら5年後の売り値よりも安く買う。もう究極的にはこれです。これができていたら、なんだろう、損益分岐線が 100% 左に行きます。そんなはずないじゃんとか、そんなことできるはずないじゃんって今思ってますよね。まあ、ちなみに、じゃあ5年後の売り値よりも安く買うことができたら何が起こるかっていうと、買った瞬間に売っても得するんですね。そうですよね。だって自分が売るときよりも安く売ってますし、5年後よりも今の方が高く売れるわけですから。5年後はちょっとね、値段が下がってきますよね。原価償却とか、その物件の価値が少し落ちて、5年、今よりも5年後の方が物件の価値が下がっているので、5年後の売り値よりも安く買えた瞬間に、今売っても利益が出るし、持ち続けても利益が出るし、最初から安く買っているので、利回りが高くなるし、利回り高くなるってことは、まあ、私は正直言いますけど、利回り 20% 以下の物件ってやる必要ないっていつも言ってます。それどころか、利回り 20% で買って、自分が満室にした段階で利回りが大体25% くらいになってたりします。まあまあ、そんなの無理だって思いながら、まあでもいいですけど、まあとりあえず最後まで聞いてください。で、ということはですね、インカムゲインがものすごいんですよ。あ、すみません。不動産の場合は、キャピタルゲインっていうのとインカムゲインっていうのがあって、自分が買った値段より高く売ることによって得られる金額のことをキャピタルゲインと言います。まあ、資本的収入とか、まあなんかそんな風に訳されますけれども。で、インカムゲインっていうのは毎月毎月入ってくるその家賃のことですよね。で、その家賃が入ってくるのがローンの返済額よりも大きいと、まあ、それが毎月の利益っていうか、まあ、現金が溜まっていくものになるんですね。ちなみに利益はローンで払ってるものも全部利益になってるんですけどね。あ、これちょっと意味わかんないかもしれないですけど、まあ、置いといてください。
まあ、どういうことかというと、売るときに、まあ、例えば5000万円で買って5000万円で売れるとしたら、そこで返したローンって全部貯金してることになりますよね。つまり、減ってってるのは銀行に払ってる利子の分だけなんです。まあ、それよりもはるかに多いインカムが入ってきてるんでいいんですけど、つまり、ローンで払ってるものもただの貯金なんですね。だから、すべて貯金しながら、まあ、インカムも、キャッシュフローも増えていくと、インカムゲイン。で、じゃあ、まあ、5年後の売値よりも安く買うことができたら、これ、いつ売ってもいいし、持ち続けてもいいんです。もうこれもう気が楽ですよね。もう3年間持ってないともう絶対売り値が安くなるから赤字だって思ってますけど、ここでもう一個原則言いますね。皆さん商売人ですと。物販をやってます。物を売ってます。3000円で仕入れた CD を5000円で売ってたら儲けますね。3000円で仕入れた CD を2000円で売ってたらこの会社すぐに破産すると思いませんか？もう当たり前ですよね。3000円で仕入れたら2000円で売り続けていたらすぐに破産します。そんなのみんな分かってるよと言っているんですけれども、この不動産業界において分かってる人が一人もいないんですね。まあ一人もじゃないですけど、ほとんどいないです。だってあなた家8000万とか1億円でマイホーム買いましたよね。自分が買ったのよりも高く売れる自信のある人いますか？もうほとんどいないですね。ちなみに私が買った高輪ゲートウェイ徒歩2分の物件は確実に3倍くらいに上がります。つまり自分が売るときよりも必ず高く買うっていうのが成り立っていないことは、やってる段階でもうリテラシーがないんですね。そんな当たり前だろってみんなね、3000の CD2000 で売ってる人がいたらお前バカかって言うでしょ。でも不動産においてそれができてる人がいないんです。じゃあこういうことできるんですかっていうと、まあ、結論から言うとできます。それは後で説明するような方法です。次に金銭的レバレッジ、まあ、ここはですね、初めて不動産とかなんかこういうマネーリテラシーの話を聞く人もいるので、知ってるよっていう人は知ってると思うんですけれども、まあ、一応説明させてください。これが2番目に大きいところです。じゃああなた手持ちに1000万円ありました。うわ1000万円ね、これはもう消えてもいい、もうただただ消えてもいいから投資に使うっていう金が1000万円あった時に、利回り 10%10% って高いなって思うかもしれませんけども、まあ実際高いですけども、米国株とかだとこんな感じですね。その配当とかも入れると。で、まあ、ただゼロになるリスクとかもありますよ、米国株とかね。で、1000万円ありました。利回り 10% のものに投資します。はい。じゃあ株が、この株式絶対に 10% 上がるんですと。じゃあ、この株投資しましょうって1000万円使ったら、まあね、先物とかレバレッジとか、まあ、ありますけど、基本的には1000万円あったら 10% なので、100万円の儲けになります。そうですよね。1000万円の 10%、100万円。だから、ここで注意しなきゃいけないのは、1000万円を使えなくなるという権利を行使して100万円を手に入れるっていうことなんですね。ただ100万円を手に入れたんじゃないです。1000万円というものが使えなくなるという権利を行使して、まあ、義務かもしれないですけどね。100万円を手に入れた1年かかってっていうのは、これが利回り 10% の意味です。どうですか？ 100 万円もらって嬉しいですか？いやいや、もらわないよりか嬉しいよって言うけど、100万円を12ヶ月だったら、お小遣いが増えたくらいですよね。お小遣い、1000万円使えなくなったのにお小遣いが増えただけかよと。これが 10% の意味です。もしあなたが10億円持ってるんだったら 10% で1億円入ってくるんで、ぜひやってください。もうそれで。もうファイナンシャルフリーです。でもね、10億円なかなかないですよね。でも1000万円だったらなんとか貯められるかもしれない。じゃあ不動産の場合こうです。1000万円。ざっくりですけどね、1000万円の、お金を投じると、だいたい1億円くらいの物件が買えます。買えねえよ。まあそれは高く買ってるから買えないんですね。つまり、市場に売られてる1億円の不動産っていうのは、銀行から見て5000万円くらいの価値なんですよ。銀行から見ての定義は何かっていうと、もしその人が死んじゃったり、まあ、どっか行っちゃったり、消えちゃったりしたときに、銀行がそれを現金化しなきゃいけない。現金化するってことは、その土地、建物が全く欲しくない人でも、その金額だったらすぐに売れますねっていう金額。これが銀行から見た価値です。なので、それがまあ担保能力になるわけですね。だから5000万、銀行から見て5000万の価値しかないものを1億円で買ってるから、
銀行から見るとあなた5000万円足りませんねってことになるわけです。5000万円足りないので頭金3000万円入れて、それでも足りない2000万円の分はあなたの今まで何年働いてきた大企業に勤めてるとかそういう信用で払ってくれるんでしょうから5000万円貸しますよって言って利子を2000万円くらい手に入れると、銀行のビジネスモデルそうなってるわけですね。じゃあこの5000万円、銀行から見て5000万円の価値のものをもし5000万円で買えたとしたら、銀行から見てリスクがなくなるので、それでもね、今はこの時点、スルガショックのおかげで金融庁の指導でですね、それでも頭金を入れろっていうふうになってますけど、あと2年もしたら多分解除されるかなと思いますけど、それでも今でも別にフルローンで買うことは可能です。ちょっとそれ条件にもよりますけれども。ちょっと話横にそれましたけど、その、1000万円。1000万円を持っていたら1億円の物件が買えます。1億円の物件の 10% なので1000万円入ってきます。でこれが利回り 20% の物件だったら2000万円入ってきます。つまり手持ちの1000万円で毎年2000万円入ってくる状態になる。これだったらお小遣いじゃないですよね。なんか給料並みですよね。でこれが何回でも繰り返すことができるとしたらどうですか。だから自分の時間を1年間費やして物件を1個買いましたと。で2年目はもう何もしない。2年目もまた同じようなことして物件を買うんですよ。つまり自分の時間がどんどん増殖していくんですね。すみません、その前、それ今時間的レバレッジの話しちゃいましたけど、金銭的レバレッジもう1個ね。じゃあこの銀行さん、この株絶対に必ず利回り 10% で上がるんですと。だから1億円貸してくださいって言って貸してくれる銀行が一つでもありますか。これないんです。だって消滅するリスクがある。じゃあ銀行は何で貸すんですか。不動産だったら、なんで不動産だったら貸すんですか。株じゃ貸さないのに。株で1億円貸す人いません。貸す銀行ありません。頭おかしいです。でも不動産だったら1億円貸すんです。なんでですか。あなたに貸すんですよ。それは、銀行が安全だということを保証してるっていうか、もう分かってるんですね。じゃあどういう意味で安全か。たとえ隕石が落ちてきても土地が消滅しないってことなんです。たとえ隕石が落ちてきても土地が消滅しないので、さっきの1億円の物件の5000万っていうのは大体土地値です。隕石ね、落ちてこないかもしれないですけど、落ちてきても、火災保険でなんとかなりますね。でも隕石だとあれなのかな、天変地異で。火災とかだと絶対大丈夫ですよね。これもコントロールできるの一つですけれども、あともう一個、時間的レバレッジ。これ、さっきの労働者、時間売ってる人と、その資本家の時間売ってない人の違いですよね。この赤いところが費やした時間。で白いところが生み出した富の総量。だから自分の時間は同じなんですけれども、右側の人はどん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 その生産が、時間が経てば経つほどこの面積、白いところの面積がね、富の生産量なので、これがトマ・ピケティが言ったとこの R 大なる G ってやつですよ。つまり労働力によって生産されたこの世の中の富の増えていく速度よりも資本によって生み出される富の総量の方が大きいって、これ当たり前なんですよ、これ。これ見たらわかるでしょ。だから、世界一の投資王であるウォーレン・バフェットはこう言いました。ウォーレン・バフェットさん、すいません。投資で勝つ方法を教えてください。これみんな聞きますよね。そしたら、ウォーレン・バフェット一言だけ言ったそうです。普段答えないんだけど。一つだけあります。それは、あれ、あの株を買えってことかな、この株を買えって、それともウォーレン・バフェットしか知らない方法があるのかな、でみんなこう聞くんですね。それは、早く始めることです。意味わかりました？つまり、この時間的レバレッジが効いていくので、何でもいいから早くやっていけば、それがこう重なっていって増えていくわけですよ。ここで労働を早く始めてもしょうがないんですよ。権利収入を早く始めれば、それが自分がいない時でもマネーマシンとして稼ぎ続ける。そこで稼いだ金を再投資して、また自分の時間を突っ込んで何かやってっていうのをこう繰り返していくことができますよね。でも、左側の人は繰り返してできませんよね。
なぜならば自分の時間を売ってるだけだから。つまり仕組みを作ってないってことですね。仕組みを作っていくと右側の人みたいにその仕組みが稼ぎ続けるので、自分が何もやってない時にも増えていくので、自分のやってることをどん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 増やしていけるわけですよ。これが時間的レバレッジ。この時間的レバレッジに関して、なんとなく分かってても、ここまで明確に分かってる人ってほとんどいないんですね。だから、中田敦彦さんがなぜ YouTube を始めたのか。テレビに出て芸人として稼ぐのは左側なんですよ。ワンショット。自分の時間を売ってるんです。YouTube に出て一回動画を作るっていうのは延々と回っていくマネーマシンを毎日ちょっとずつ作ってるってことですよ。この差が生きてる間に目に見えて出てくるんです。7% から 6% で30年間投資を続けると100万円が30億円になるんです。これ知ってます？それくらい時間っていうのは恐ろしいことなんですね。だから、アインシュタインが言った言葉で、アインシュタインって科学者ですよね。でも、アインシュタインってユダヤ人なので、マネーのリテラシーすごいんですよ。この世で最も偉大な発明は、複利だ。複利っていうのはこの時間的レバレッジみたいなもんですね。こう自分が稼いだお金に、それにさらに金利がついていく。だから30年間、あ、40年間かな。40年間30年続けると100万円が30億円くらいになるんです。だから、ウォーレン・バフェットは言ったんです。早く始めることだ。何にやるかなんて関係ねえ。だから、ね、努力して偏差値を70点を目指すんじゃなくて、その何もしないでも勝てるゲームのルールを自分で作った上で、それをただ早く始めていくことだ。で、それが私の場合は、まあ、42でその退職したので、国家公務員ですね。これひょっとして、副業が禁止じゃなかったら、国家公務員まだ続けてたかもしれないです。まあ、それないな。あ、ないない。うん、なぜならば私には本当にやりたいことがあるので。まあ、もちろん自衛隊もね、すごいやりたかったし、体調も面白いし、やりがいがあったし、よかったんですけど、それを超えるやりがいのために人生を使いたいと。あともう4点目、これもね、重要なんでね。参入障壁は高いからなんです。つまり、競争相手が弱いんです。おじいちゃん、おばあちゃんなんです。今日ね、時間あったら実演しようと思ったんだけど、ちょっとな、時間ないな。まあ、試しにね、ホームズで賃貸ってやって、東京、どこでもいいです。23区、調べて、Wi-Fi 無料って調べてください。いっぱい出てきます。宅配ボックスってやってください。いっぱい出てきます。テレビ付きインターホンってやっても、防犯カメラってやってもいっぱい出てきます。はい。じゃあ、東京から1時間どっかに移動してください。常磐線でもね。まあ、ちょっと神奈川の方はそうでもないかな。ね、埼玉の方とかに1時間行ったところ、1時間でも1時間でも、まあ、下手したら40分でもいいです。行ったところで同じように検索してください。ほとんど出てきません。何が出てこないかっていうと、例えば Wi-Fi 無料とか、宅配ボックスとか、防犯カメラとか。で、今時ね、宅配ボックスのない家に住みたいですか？じゃあ、そういう地方に住んでる人たちは、不便な家に住みたいんですか？違います。どこに住んでても便利な家に住みたいんです。都心、じゃあなんで都心がそんな整ってるんですか？競争相手が強いからです。土地がめちゃめちゃ高いからです。それなりに勉強した人たちが、ここだったらって言って買うんです。でも、買ってる理由っていうのは本人たちは気づいてないですけど、都心や神奈川で物件を買ってる人の理由は、本人たちは気づいてないけど、こうだからです。自分が買った時よりも値段が下がらず売れるから、つまり地価が下がらないと見込んでいるからなんですね。つまり私がさっき言ったゲームのルールと同じですよね。だからみんな都心に買うんです。でも地方に買おうがどこに買おうがその場所がどうだとか関係ないって私言いましたけど、それはゲームのルールが都心に買うから勝つじゃないんです。自分が売る時よりも安く買うというゲームのルールであれば別に都心とか関係ないんですよ。で、もっと言うと都心は同じルールでやった時に競争相手が強いので、不動産っていうのはね、ステージがあって、まだその1000万円が大切な時代から1億円くらいだったらどうでもいいっていう時代からもうなんか100棟くらい持って、もうなんか1軒売る時に2、3000万損しても別にいいよっていう、そのくらいのこうステージがどんどん あるんですね。そのステージにおいて上がっていくと、じゃあ地方の物件をね、集めて、東京の方のビルにこう移行していこうかっていう、そういうステージにだんだんなっていきます。
そういう強者たちが集まってるのが東京なんですね。だって高いですよ。ね、ビル1本90億円と。で、地方だったら、あのね、1000万円とかで10人、10部屋入った部屋とか買えちゃうんですよ。でも、何も勉強してない人は、そんなところだと満室にできないから、買ったら終わっちゃう、人口減少率著しいよって。ね。まあまあ、でもそこは、あのね、パチンコで言うなら、釘がちょっとこの台は良くないよとかね。なんかチューリップの形がちょっと変だよとかって言ってるようなもんなんですよ。そのゲームを支配する本当のルールっていうのは、不動産の場合だと、これコントロールできるというのは、買い値を自分で決められる。つまり、物件は10万件、20万件、いくらでもあります。その中で自分の思った値段、つまり、すべての物件において、この値段だったら勝てるっていう値段が定義できるんですね。まあ、これちょっと勉強したら誰でもできます。この物件を1億円で買ったら、もう君終わってるね。8000万で買ったら普通かな。5000万で買ったらもうめちゃ得だね。だって絶対に6000万円で売れるもん。っていう物件だったとしたら、じゃあこの物件5000万だったら買いますって自分で決めるだけです。その結果、これまたね、あの、5000、そういう、その相場よりも2000万円安く方法っていうのがあるので、まあ、そういうのを、これはあの偏差値が高いところの話ですよ。偏差値を上げるような努力も当然するんですけれども、同じゲームのルールでやるんだったら、その例えば6000万円で5000万円で買うと決めて、オーナーが売らないって言ったら、ただ買わないだけです。だって物件なんか10万件、20万件、いくらでもあるんだから、その代わり、すべての物件に、この物件いくらだったら勝てるっていう値段が定義できるんですね。今ここ、これがマネーリテラシーの究極の部分です。つまりゲームのルールを自分で決められるということですね。ここまで聞いて、ちょっとね、意味が分かんない人っていうのはちょっとどうなんだろうかな、分かんないですけど、まあ多分みんな分かってると思うんですけれども、まあ要は、この値段で買えば必ずこのクソ物件でも、シロアリがついてるこの物件でも勝てるっていう値段が定義できるっていうのは分かりますかね。うん。そうなんです。だって土地値もね、決まってるし、大体その物件の稼ぐ力っていうのは変わらないわけですよ。この地域は何平米だったら1部屋3万円でとか5万円でとかってもう全部決まってるんですね。で、10部屋あるから3万円で10部屋だったら30万円、この物件の稼ぐ金額は月額あたり30万円ですとかっていうのも決まってて変わらないんです。それに対して変えられるのは何か、買い値だけなんですね。じゃあそんなに安く買ったら、売り主さんに申し訳ないでしょっていうのは、これもね、またちょっと説明が必要なんですけど、めちゃ損してる売り主さんと、全然損してない売り主さんっていうのが、書類を見ると分かるんですけども、自分が適正な値段で買うのか、売り主にめちゃくちゃ得をさせて自分が馬場を引くのかっていうのが、まあ、ちょっと勉強すると見極められるようになるんですけど、それは登記簿っていうのを見て、ここを読むとですね、この物件いくら以下に値段が下がらないとかっていうのがもう計算できるんですね。まあちょっと何言ってるのか分かんないかもしれないですけど、まあそういうことはできるんです。はい。ということで原則は、売るときよりも安く買う。これだけなんです。これがゲームのルールです。そしてゲームを支配するルール。これは何かっていうと、自分が買い値を決められるってことです。つまりコントロールできるんですね。で、それで買えないんだったら、そのゲームやらなければいいだけなんです。ねえ。そんな。まあ、ちなみに、私の教え子も、相場より2000万円安く買ってます。普通の、悪い物件じゃなくて普通の物件を。それは、不動産業界のメカニズムとか、オーナーの気持ちのメカニズムとか、銀行のメカニズムっていうのを把握していくと、まあ、わかるようになるんですけれども、そうするとですね、世の中に他にありますか？そんな気分で2000万円くらい安くなるものが、まあ、例えばね、隣町の卵が20円安いと、一生懸命自転車に乗ってね、毎日買いに行って1万日続けても20万円しか得しませんよ。1万日って言ったら約30年ですよ。なのに不動産の場合はこうです。まあ、例えば分かりやすいように1億円で売られてましたと。で、それが1000万くらいだったら買ってもいいかなと思った時にね、7000万円だったら買いますよって出すんです。バカかおめえ、1億円で売ってんのに7000万円で売るわけねえだろ。
不動産屋から怒られます。そんな値段だったらね、あなたじゃなくて私が不動産屋として私が買いますよ。あ、そうですか。どうぞ買ってください。で、売ってくれなかったらね、次のやつに行くだけですよ。で、ね、そのね、私が買いますよとか言ってても買いませんから。はっきり言って。何回も見てますけど。で、ふと3ヶ月後くらいにですね、忘れた頃くらいに、沢さんあれ、7000万円じゃ売れないんだけど、8500万円だったら、オーナーがいいと言っていますと。あ、そうなんですか。わかりました。じゃあ、間を取って7500万円でお願いします。またね、ちょっと1週間くらい経って。わかりました。8200万円だったら、わかりました。8000万円でお願いします。これでマネー成立です。どこの世界にこんな感じで2000万円安くなるものってありますか？そもそも最初の1億円っていうものはプロが弾き出したこのくらいだったら取引が発生するっていう金額です。だから適正価格なんです。問題出しますよ。1億円の物件を買って1億円の価値がある物件を1億円払って売りました。あ、じゃない、買いました。100万円の価値がある物件を100万円払って買いました。どちら得しましたか？これですね、まあ、答えを言いますと、どっちも損も得もしてません。なぜならば、その価値の、1億円の価値のあるものを1億円払って買ったからです。じゃあ、どういう時に得するかというと、1億円の価値があるものを8000万円で買った時に2000万円得します。つまり、その物件の本来の価格よりも安く買う。だから、本来の物件の価値よりも安く買うから高く売れるわけです。そんなこと言ったらね、オーナーの人に迷惑がかかっちゃうでしょって。もう、あのね、それは、オーナーの人が自分たちと同じだと思ってるからそんな感覚になるんですよ。オーナーの人たちってどういう人たちかっていうと、もう同じようなそういう物件を10個も20個も持ってる人たちなんです。もうローンも完済し終わって、この物件いらねえ、この物件、俺はもう東京に全部資産を移動させてんだから、この物件いらねえから、誰かもうなんか2、3000万円安くても買ってくんねえかな、みたいな。ただ、俺はこれ1億円で買ったんで8000万で売るの尺だな、っていう。でもそれが尺じゃないように、ありがとう、君だったら譲るよっていうような、そういうやり方があるんですね。尺じゃないように、つまり相手の感情さえ排除してあげれば、うん、まあまあ、8000万だといいよ。また、君チャンスをやろうみたいな。もうその方も完全にその物件で回収して絞り取ってますんで、別に、それ書類見れば分かるんですね。あ、この人はこの物件2000万円でも売るなっていうのが分かるんです。2000万円で売るけど、でも売れるけど、本当に困ってたら2000万円で売るかもしれないですけど、まあそんな困ってないので、あ、じゃあちょっと時間もないんで、原則これですけれども、安く買うための条件っていうのが2つあります。安く買えばいいのは分かったと。そんなの当たり前だろうって。お前何それ熱弁してんだと。でもこれが分かってないからみんな自分が売るときよりも高く買ってるんですよ。実際にほとんどの人が。だから不動産は危ないとかって言ってるんですけど、自分が売るときよりも安く買ってるんだったら危なくないんです。じゃあどういうときに買えるのかって、これ条件2つしかありません。本当は考えてね、私のセッションの中ではもう本当1時間くらい考えさせるんですけど、今日はもう時間ないので、言います。多分言っても忘れてると思うので。条件は2つです。1つは、自分以外に競争相手がいないことです。そりゃそうですよね。自分8000万円で売ってくださいって言ってるのに、いや、9000万円で買おうかなっていう人が隣にいたら絶対に自分に売ってくれませんよね。これも当たり前です。で、これはもう分かります、はっきり言って。物件見てたり、行ったり、問い合わせしてれば、自分以外いないのか。もう一個の条件は、自分ではどうにもならない条件です。で、こっちの方が重要です。それは、相手が早く売りたいかどうかです。それは知り由もないですし、分からないし、運です。でも、案外、高確率です。だって、すでに売りに出してるんですから。まあ、事業がね、突然傾いてどうしても現金化しなきゃいけないという人もいるでしょうし、相続が間近で早く遺言書とか、もう、相続税が払えないんですとかですね。それも早く現金化したい。で、子供に譲り受けたいんだけど、渡したいんだけども、絶対子供がいらないって言ってるんで、現金化しなきゃいけないんですって。
で、こういう人たちが結構います。なぜならば不動産で儲けちゃってもうね、もうどう、もう5000万損しようが何だろうが別にいいっていう人たち結構いるんです。本当にいるんですよ。で、それは分かんないんです。こっちから見てね。なので、これは運なので、ここはカズチャ作戦しか足りません。つまり、まずちょっと勉強すると物件の匂いが分かるようになって、これ競争相手がいないか、いくらまで値段が下がるのかが分かるようになります。そういう物件に対して、資料請求をすると、本当にいくらこう下がって、このくらいで買ったら自分が絶対得するなっていう金額を設定することができるようになります。そしたら、その金額よりも安く買えるという条件が成り立つときだけ買います。これを続けていくだけです。で、それがね、1万回隣町のスーパーに卵を買いに行かなくても、私の肌感覚では20件やるだけで、まあ大体買えます。20件もやるのって、ちょっと待ってください。世の中に20個書類を書いて2000万円くらい得をする、しかもその後ずっとお金を生み続けてくれるものがありますか？自分の仕事の労力比べてください。1日8時間何年間働いて、ずっとそれだけの時間を使い続けてっていうのと、その書類をね、こう調べたり、ちょっと知識をつけて、その何回かやったら、あとはもう勝手にマネーマシンができていくっていう、この労力の差。時間に対してどうなのか。だから私はいつも言ってます。あなたの1時間の価値は30万円です。もし時給30万円の価値の1時間を使っているのであれば、マクドナルドに行ったら時給1000円で1000冊もらえます。30万円をお支払いして1000円札と等価交換なので29万9000円の価値をいただいてるんですね。っていうふうに思わなければいけないんです。自動販売機の前で5円玉を落としました。拾うのに10秒かかります。時給720円で、10秒間っていうと、忘れましたけど、確か5円より大きかったはずです。つまり5円玉拾わない方がいいんです。時給720円でも。時給30万円のあなたは、1万円札はね、拾ってもいいかもしれないけど、自動販売機の下で。100円でも500円でも拾わない方がいいんです。そのくらいの感覚を持って、あなた自分の時間を使ってますか？っていうことに、私途中で気づいて、もっと大切なことのために時間を使おうって思って、国家公務員を退職したんですね。だって自分の時間、1時間30万円なんです。で、ちなみにこのセミナーは当然今無料でやってますけれども、それ以上の価値を提供しているって思っているので、つまり金銭的なものよりも、私の喜びとかそういうのが、もう30万円上回っているのでやってます。しかも何人にもに対して話しているので、レバレッジがかかってますよね。だからやってます。ということで、相場より2000万安く、やべ、もう時間だ。買うため、これそういう人がいるんです。もう早く売りたい人が、でその人に出会うのは運なんです。でここはちょっとまた次回ね、これ次回もう一回やります。これの続きっていうか、おさらいセミナーみたいなので、あとこれ仲介業者のメカニズムを知らないと安く買えないんですね。仲介業者って分かりますかね。さっきの仲介業の人たちがどういうメカニズムで、どういうコミッションが入って、彼らは何を考えて、オーナーに何を言ってって、これ全部分かってると、これね、私の受講生でも聞いた人はほとんど、こんなこと知りませんでしたって言います。で、あと、オーナーの心のメカニズムですね。オーナーはどういう気持ちで今売りに出してるのかとか、そういうのがレントロールとか見ると、すぐ分かっちゃいます。これも話したいんですけど、ちょっとね、もう時間ないから。あと、銀行が貸すメカニズム。これさっきちょっと触れましたけど、銀行から見てその物件はいくらなのか。だから自分はいくらだと頭金がいくらで、みたいな。それね、あと、銀行によっても融資姿勢違いますけれども、支店によっても融資姿勢違います。もっと言うと、同じ支店でも担当者によって融資姿勢違います。だってそうですよね。うわー、今月はもう6件アパートローン通さなきゃいけなくて、稟議書間に合わねえよ、ヒーヒーって言ってる人のところにまた来たら、うわー、こいつうぜえ、初めてだ、初めてのやつだ、全然知らねえ、どうしよう。じゃあちょっとこれ厳しい。はい、じゃあ頭金3000万円でお願いします。銀行は絶対に貸せませんって言いません。なぜならプライドがあるから。銀行で頭金3000万って言われたら、それはお断りの合図だと思ってください。じゃあ、お断りされない方法があるんですけど、例えばね、同じ支店であっても、うわ、俺今日も支店長にしばかれた、またアパートローン1件も取れてね、どうしよう、ああ、アパートローンのお客さんが来た、うわ、この人ありがとう、
神様って、あ、ちょっとこの絵厳しいけど、まあ、こう、有料、はい、頭金は200万円ですとか。そんなもんです。で、もっと言うと、まあ、例えばね、もうはっきり言って書類を作って、ばーっと10個に送る、10個くらいに送るだけなんですね。これ送るところもどこに送ったらいいのかっていうのはもう全部教えます。で、送って、もうだから書類ね、コピーして送るだけなんで、全然手間じゃないですよね。で、それで、どっかでね、融資が出たら、あ、すいません、何々銀行で金利 3.9% で出たんですけど、そろそろ恩恵も出てるかなと思いますけど、いかがですかって電話かけると、全然審査してなくても、あー、どうも、いや、今ちょうどね、出そうだったんですよ。あ、何々銀行で 3.9% で、実はですね、うちは 2.8% でやらせていただこうと思ってやってたんですけど、もう少々お待ちください、もう少しだけ待ってくださいって言って、ね、どんどん。で、また、はい、2.9%、2.8% 出たんですけど、恩恵はどうですかって聞くと、あー、ちょうどうちは 1.6% でやろうと思っていたところなんです。あ、 1.6% って分かりますかね、これ金利の話ですね。で、まあ、最終的に 0.9% とかに下がったりします。銀行って査定しているように見えて、このライバル店に負けたくないっていうその根拠のない査定基準があったりしてですね、まあ、今でもそれは有効です。あと管理会社のメカニズムとかですね、これちょっとない。あと入居者心理のメカニズム、この辺も、あと火災保険のメカニズム、火災保険もですね、はっきり言って、台風が来ると1000万円儲かるとかがあるんですね。まあ、儲かるというか、物件の価値が上がるということですね。まあ、特殊な保険をかけておくと、普通の保険じゃダメなんですね。ある保険のかけ方をしておくと、まあ、台風とか大雪とかの時に、こう、大体、まあ、1000万円とかね、保険金が下りるんです。で、それをまあ修繕したら当然物件の価値が1000万円上がりますし、フルフルで修繕しないこともありますので、まあ、結果的にまあ儲かったと。で、これが、まあ、毎年は使えないですけども、まあまあ、頻度で使えたりします。まあ、こういう裏技とかですね、あとプロパンガスを切り替えると100万円紹介料が入ってくるとかですね、まあ、なんかいろいろあるんです。まあ、これは偏差値を上げるってところですね。で、今みたいなのを総合的にやっていくと、3900円のね、家賃が、前のオーナーさんが3900円でね、満室にしてから売りたいよって言って、39,000円に値下がりさせて、それでも満室にならなくて、空室率 50% だった物件が、私が扱う瞬間に、半年で満室になって、家賃がこのくらい上がったりします。これ、実績値ですね。うん、多分これからもうちょっと上がる物件もあると思いますけど。で、これは、例えば、Wi-Fi 無料の物件と Wi-Fi 無料じゃない物件、どっちに住みたいですか、ね、Wi-Fi 無料に住みたいですよね。しかも、漫画読み放題、雑誌読み放題、インターネットでね、の物件と、そうじゃない物件、どっちに住みたいですか、ね、その物件、しかもその家賃の賃料って自分が払ってなかったりするんですね。会社が払ってたりするんですね。だから家賃が高くてもいいところに住みたいんですよ。で、その漫画読み放題のオプションをつけて、私の紹介の会社だったら、一部屋100円です。一部屋100円の投資で、そんな風になるんですね。で、インターネットは、棟ごと丸ごと入れれば、まあ、例えば3万円だったとしても、防犯カメラをつけても3万円くらいですかね。で、それ10部屋でね、分配すれば、まあ、一部屋2000円じゃないですか。一部屋2000円の投資で、まあ、家賃がね、2万円くらい上がってきちゃうと。これ2万円くらいですかね。まあ、1万9000円くらいですかね、これは。ちょっとリアリティ出すためにね、こう、なんか、ぽい数字書いてますけど、いや、これ実績値です。もうそのくらい上がっちゃうんですよ。で、お金を投じても入居者がこう入居したくないところとか、ちょっとだけ改造すると入居したくなるところとかがあるんですね。まあ、例えばキッチンを変えたら入居率上がるかなと思って150万円くらいかけてキッチンを直したとしたら、150万円かけてるんで何ヶ月間タダで済ませてるんですか？2、3年タダで済ませてることになってますよね。で、壁紙とか床とかを変えたら5、6万で済むんですけども、そうするとすぐに決まったり、まあ、要はどこにお金を突っ込むと、こう、ね、賃借人の方がこう入りたくなるのか。だからそれでも、ね、値段を上げてもそれでも満室になるの。澤さん、本当にいつも面白い話、そして今日大変ためになりました。ありがとうございます。いつも元気いただいてます。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあ一つだけ質問させてください。今回の
内容の美味しいところはまた今度ということだと思うんですが、最近ですね、この不動産というところで私が注目しているのは、あの 3D プリンターの技術です。あの中国では1日で 3D プリンターを使って、5軒ですね、家が建ったりとか、マンションがですね7日で建ったりとかというような、あのすでに実例がありまして、これから不動産価格が、あのこの 3D プリンターを使うと1軒あたり50万円とかですね100万円で建つんじゃないかっていう話がありまして、すでにあの YouTube とかでもこういった話題が少し一部上がってます。で、まあそういった中で、まあ不動産買うことに関してですね、あのちょっと今後価格破壊が起きるんだったら、いやどうなんだろうっていうちょっと不安があるんですね。でここに対して、あの、まあ、澤先生ですね、あのどういうふうにお考えになっているかなというところ、ぜひあの回答いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。素晴らしい質問ですね。アグレッシブですね。ありがとうございます。私もあの実はその DNA を種を入れるとこう木がニョキ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 ってある型に沿って埋まってて、まあ、コンクリートみたいなのが自動的にできて、まあ、燃やせる家みたいなのも作れないかななんていうのは考えたりすることがあるんですけど、まあ、3D プリンターで今とはまあちょっと異なった感じになると思うんですけど、価格破壊がそうですね、まあ、10年後には訪れてくると思っています。まあ、それも踏まえてですね、どれだけ安く買うのかっていうところの計算をするかということですね。ちなみに私の場合は、5年後に売るっていうのを、まあ、一つの基準にしてます。なんでかっていうと、5年以内の人口動態とか、そういうのってあんま変わらないんですね。で5年後だったら、まあ、見通せる。まあ、10年後でもね、見通していいと思うんですけど、十分に安く買ってれば。で最終的に土地値になるんです。で特にあの私があのお金持ちの人は違いますけど、最初一番最初に始めるのは弱者の戦略を取らなきゃいけないので、どうしても木造とか鉄骨っていう話になってくるんですね。この手法をやろうとすると、なんでかって本来の金額よりも安く買うっていうところに着目すると、ちょっと地方でそういう物件っていうことになっていきます。でだからめちゃくちゃ安く買えると、もうその瞬間に勝てますっていうのが、これの勝ちのルールの基本なので、5年以内を見越している分には、人口増加率が激しくてもですね、その地方都市に必ず2万人とか5万人とか住んでるんです。どうしてもそこに住まなきゃいけない人たちが、親とかのその関係で。で、まあ、ましてや、その、コロナのあれで、ちょっと地方がまた盛り上がってくるなんて言ってますけど、私はその辺は使用抹殺だと思うんで、気にしてません。結局はその土地の値段で、土地の値段をどうやって決まれるかというと、自分たちがいくらで買ったからこの値段以下で売りたくないよねっていうので決まるんです。なので、なかなか変わらないんですね。で、5年って何なのかっていうと、5年以内に売ると、バブルの時にね、土地の転売で儲けた人たちがいっぱいいますけど、5年以内に売ると、その売却益に対して 40% の税金がかかるんですね。だから、まあ、まあ、分かりやすいように1億円の物件をもし2億円で売ったら1億円の売却益が出るので、その1億円の物件の売却益の 40% 4000万円の税金がかかるんですね。なのでまあ5年間は持っておきましょうかみたいなのが一般的です。でじゃあ5年過ぎるとそれが 40% から 20% に減ります。それでも 20% かよって言うんですけど、そもそも自分が買ったよりも高く売ってる人がほとんどいません。それは高輪ゲートウェイの駅の前とか、そういう特殊なところでは、ね、正規しますけれども、あとお台場とかね。なので、まあ、売却益っていうのはみんなもともと考えてないんですけれども、まあ、売却益を考えるっていうところがもう、まず違うんですね。で、まあ、5年だったら、まあ、見通しも通せるし、まあ、やってもいいんじゃないかなと思います。それよりも何よりも、じゃあ、5年以内に、それと同じくらいの速度で、1000万円とか5000万円以下くらいしか持ってない人たちが、給料と同じくらいのものが手に入る何かベースを自分が計画して作れるかっていうと、他にないかもしれないですね。もちろん自分で事業を起こしてそれが計画的に進めばもっと高い利回りが起こせるんですけれども。っていうのが私の回答です。飯島さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。勉強になりました。はい。いや、すみません、お時間。あれですけど。谷谷さん、はい、他には誰かいらっしゃいませんか。あ、もう一人いきますか。は
はい、質問してもよろしいでしょうか。はい、じゃあ山崎さん、山崎です。ありがとうございます。本日ありがとうございました。大変面白くてですね、時に隕石が落っこちても火災保険で直せば大丈夫みたいな冗談もありながらですね、熱く情熱的な話で本当に切ってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、私今35歳で、正直今事業で手一杯と、なかなかこう元手がないななんて思いながら、もともと会社員の経験も長かったので、結構20代の人とか、まあ、いろんなところにつながりがあって、こんな話若いうちから聞いたらもっと可能性広がるんじゃないかなとか、ぜひお誘いしたいななんて思ったんですけど、まあ、そうやってあまり元手がない方に対してもこういうのを聞くことって価値があったりとか、まあ、そういう方ってどんなことから始めればいいのかなというところでお聞きできればと思います。もうこれはもう普遍的にこうなってるんですね。まず持たざる者がいて、労働所得で富を蓄えるんです。つまり自分の時間を売って最初は稼ぐしかないんですね。で、そこから大して稼いでいないのに、つまり10億円とかにこれがジョーンって10億円とかになればいいですよ。10億円とかだったらそこで株とかやってもいいんですけど、まあ、ちょっとしかないのに株とかやってると、まあもともと分散投資もしにくいですし、まあ要は、ギャンブルっていうか、すったり、もうこれをなんとか1億円に増やすためにどうしようかっていうと、投機に走るんですね。投機っていうのは、まあ、ギャンブル性の高いものだと思ってください。例えば FX でね、6ヶ月で10倍になったとかってあるわけです。それはあるんです。正規分布の右側の方とかにたまたま入ると、増えるんですね。そういう投機に走って、なんとか1億円とかになろうとするんですけど、あ、その前にこの話がわかりやすいかな。5億円、3億円、1億円、5000万っていうのがあって、これ銀行で何て言われてるかっていうと、5億円以上が超富裕層。で、3億円以上が富裕層。で、1億円以内が純富裕層かな。で、5000万円が何とかでみたいなのがあって、これ何を意味してるのかっていうと、世界には 4% ルールっていうのがあって、ご存知だと思いますけども、自分の財産の 4% 以内だったら取り崩していっても自分の資金が減らないっていうルールがあるんですね。ということは、投資してる人っていうのは平均で 4% 以上のリターンがあるっていうことを意味してるんです。なので 4% 以上のリターンがあるので、4% を取り崩していっても自分の資産自体減らない。で、それが、5億円持ってる人の 4% って大体、まあ、2000万円くらいなんですね。つまり2000万円ってまあまあいい暮らしじゃないですか。つまり何もしないのにまあまあいい暮らしを保ってってる人が超富裕層と言われる資産5億円以上の人たちなんですね。だから皆さんまずは5億円を目指しましょうってとこなんですけど、ね、5億円はちょっとね、なかなかいけない気がしますよね。で、ちょっとずつそのドルコスト平均法とか、まあ要はレバレッジをかけて、さっき言いましたよね、100万円が40年で30億円になって、これを計算してみてください。7% かなんかの利回りで、複利にかけていったら。これ本当になるんです。だから早く始めなさいってことなんですね。でも、なかなか慣れないので、みんな、よし、この1年でとか言って投機をするわけです。ポンジスキームにお金を払ったり、まあレバレッジで、うわー、なくなった、ゼロになったとかですね。で、結局、うわ、投資は危ないねっていう話になるんですけれども、そういう方には、まず不動産のこのルールはいくらでもルール変わらないんですよ。さっき言った、自分が必ず勝てると思う金額を設定して、その以下で買う、買えないんだったら買わない。これ自分でメインとなるルールを自分でコントロールしてますよね。それができるんだったら、だから金額じゃないんです、この方法は。これは、だから私、不動産投資法って言ってないんですよ。マネーリテラシーって言ってるんです。なるほど、うん、なのでこれが成り立つんだったら別に何でもいいんです。つまりさっき その正規分布の左側に矢印が来るようなのは自分でルールを作るってことですよね。細かいルールはどうでもいいんです。そのゲームを支配してる根本となるルールが自分でできてるのかってことですね。でそれが必ず勝てるって決められる。でも株はそれを決められない。で不動産は自分で決められるんです。なぜなら買い主が買い値を決められるか。で、それが成り立たないんだったら買わないって言えばいいんですね。そうす、で、それを続けていくと、マネーマシーンが、例えば100万円で買った
ボロい宿が月々6万円で貸せましたっていうのが延々と続いていくと、6万円がまあ1年で60万、2年で120万ですね。まあ、要は2年でペイするわけですよ。で、3年目からは完全なる6万円のマネーマシーンになっていくわけですね。で、それをあなたのお給料で100万円のそういうボロ物件を何個買えますかって、こう、まあ、最初は1件かもしれないですけど、だんだん増やしていけるんです。そうすると、ある日突然自分の固定費を上回る瞬間が来ます。例えば、自分が都心に住んでいて、家賃、ね、40万円で、で、光熱費合わせて10万円で、50万円で生活してますと。言うんだとしたら、その不労所得じゃなくて、権利収入、不労所得はありませんからね、必ず最初に何かを投じてますんで、お金なり時間なり。その権利収入での収入が50万円上回ったときに、自分の生活を気にしなくてよくなるんです。今の話の中に、もたらざるものと持てるもの、つまり、なんか1億円持ってないとできないとかって話は含まれてましたか？これ含まれてないですね。そうなんです。なので、結局、この考え方を身につけて、理解して実践してるかだけなんですね。地方行ってください。100万円の家いっぱいあります。で、本気でやろうとしてない方は、こんな物件にお客さんが入るわけないよ。100万円でも高いよ。つってやってるんですけど、ね、100万円だったら、これ6万円で貸せるなっていうふうに分かれば、2年で元が取れるなって思えば、その最初に仕込んだら、あとはずっと回っていくんです。だからリピート率しか見てないですね。うん、まあ、今は不動産の話ですけど、不動産じゃなくても別にいいんですよ、リピート率が高ければ。ただ、権利収入って言われるものはあれしかないっていうふうに言われてますんで、まあ、印税とか YouTube とかでもいいですよね。100人くらいしか登録がいなくても、どんどん貯めていけば、いつか資産になるわけです。言い忘れました。私、リンクのところに、確か私の YouTube のチャンネルを、貼ってるか、なんか、そうだ、オープンチャットの方に入っていただければ、確かありました。ので、それをぜひ登録してください。で、その中に今日話した内容の復習とか、今日話してない内容とかも入ってたりするので、ただ、有料公開版のやつはちょっと見れないですけれども、無料公開版のやつはいっぱい見れますんで、もし今日の話に興味持った方はぜひ見てみてください。山崎さん、今ので回答になってましたか？ありがとうございます。不動産だけじゃなくて、まあその積分法のルールをまずしっかり守ってできることから始めてみようというところですね。で、不動産もいきなりね、5000万のやつを買うよりも、もうやっぱ手元に300万円しかない人は、本当、ちょっとなんか隣の一軒家とかを買ってもいいかもしれません。300万とかで買えますんで。なるほど、ありがとうございます、はい、勉強させていただきました。 YouTube もバッチリ僕登録しているのでこっちもチェック、はい、します。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、時間オーバーしちゃいましたが、2時間になってしまいました。皆さん楽しんでいただけましたか？はい、ありがとうございます。ちょっと時間の関係で直接お声掛けできなかった人も、ありがとうございます。皆さん見に来てくださって本当嬉しいです。